オーバー・ミヒエル・バッハ、ドイツ語、オーバー・ミッチェル・バック、周辺地域では、マイケル・バックは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケン行政管区のフィルト軍に属す、町村であり、オーバー・ミヒエル・バッハ・トゥー・ヒエン・バッハ行政共同体の、本部所在地である。オーバー・ミヒエル・バッハは、北のミッテレ・レア・ウラハ川、東のレグニッツ川、南のツェン川の三つの谷の間の高台に、 一致している。自治体オーバー・ミヒエル・バッハは、北から時計回りに、ヘルツオーゲン・アウラハ、エアランゲン、フィルト、ファイツブロン、トゥーヒエン・バッハと境を接している。この町は、以下の3つの地区から構成されている。ヘルツオーゲン・アウラハ教区は、1337年に22の集落を、ニュルンベルク精霊病院に寄進した。この中に、オーバー・ミヒエル・バッハ、 ウンター・ミヒエル・バッハ、ローテンベルクも含まれていた。この集落は1348年にグラザン・ミッチェル・バックとして初めて文献に記録された。集落名は河川名のミッチェル・バックに由来している。この河川名は中古ドイツ語のミッチェルに由来する。1360年、1370年にこの集落はニュルンベルク上白領の土地台帳に記載されている。 1414 14年のアムトカドルツブルクの土地台帳にはオバーン・ミッチェルバックのニュルンベルク上博の家臣の名が記されている。1464年のアムトカドルツブルクの土地台帳にはオバーン・ミッチェルバック、ナイダーン・ミッチェルバック、ロートパーグが記載されている。1504年のニュルンベルクとその周辺の描写にはオバーン・ミッチェルバック、ウンター・ミッチェルバック、 ズン・ローテンパーグと記述されている。30年戦争の際、1634年に、オーバー・ミヒエルバッハと、ローテンベルクが焼き払われた。毛皮職人、トーマス・ファインデルによって、1664年に、学校教師について、初めて言及されている。ヨハンゲ・オルク・フェッターのオーバー・アームと文書には、1732年に、オーバー・ミッチェルバック、アンター・ミッチェルバック、 ローゼンバーグが記述されている。1759年のオーバー・ミヒエル・バッハの同版画が最も古いこの街の絵である。18世紀末頃、オーバー・ミヒエル・バッハには20個の家があった。高等裁判所と村の統治はブランデンブルク・アンス・バッハ編教博のランゲン前大館所が管轄した。バイロイトの新民についてはブランデンブルク・バイロイト編教博のエルル・バッハ。 大官書が、原曲的な範囲で高等裁判所を管轄した。土地所有者は、ブランデンブルク・バイロイト編共白ノイホ不フ状大、ランゲンツェン病院とフューラー家の共同所有、帝国都市ニュルンベルクのシュピタールアムトと、ランデスアルモーゼンアムト、ニュルンベルクの都市貴族、ホンムフェルケとプラウン家があった。百九十二年に、 オーバー・ミヒエルバッハを含むアンス・バッハ公領がプロイセン領となった。この地域は1806年にバイエルン王国に吸収された。自治体例に伴い1808年にシュトイアーディストリクト・オーバー・ミヒエルバッハが設けられた。第イセクションにローテンベルクとウンター・ミヒエルバッハ。第ーセクションにブルクシュタル、ガルゲンホーフ、ハウプテンドルフ、シュライフ・ミューレ。 シュタインバッハが含まれた。同じ年にルーラルゲマインでオーバー・ミヒエルバッハが創設された。その範囲は朝税区の大アイセクションと完全に同じであった。この村は行政及び司法はカドルツブルク地方裁判所、財務行政はレントアムとカドルツブルクの会に置かれた。1862年からオーバー・ミヒエルバッハはベツイルクスアムとフィルトの管轄下となった。 裁判管轄権は1872年にフィルト地方裁判所に移管され、1880年からはフィルト区裁判所の管轄下に置かれた。財務行政は1870年からフィルト財務局、フィルトと改名されたに移管された。この町は1835年の農場と個数が記録された土地台帳を保持している。 この台帳には35件の営農者が記録されている。ジーゲルスドルフ駅からオーバー・ミヒエルバッハを経由して、ヘルツォーゲン・アウラハイエイク鉄道建設計画は1883年に最終的に却下された。1869年、新たな自治体法に基づいて、ビュルガーマイスターの役所が設けられ、1870年に町の委員会が設置された。1九百九年に、 オーバー・アミヒエル・バッフ派に公共の電話局が開局し、1912年には電力網に接続した。1911年にオーバー・アミヒエル・バッフ派の集会所が建設された。新たな市町村法により、1919年に自治運営が始まり、町の委員会が廃止されて、町議会が設けられた。1921年に協会の寄付により、 学校の校舎が建設された。1936年には郵便局が開設された。1942年、教会の2つの鐘が教室され、いつぶされた。1943年に、オーバー・ミヒエルバッハと、ウンター・ミヒエルバッハに空襲が行われた。1945年4月17日に、アメリカ軍がこの町の3つの集落を占領した。 農地整理は九百六十七年に完了した。オーバー・ミヒエル・バッハ国民学校は九百六十九年に廃止され、フェアバンツ州でファイツボルンに編入された。九百七十四年、福音主義幼稚園が完成した。バイエルンの地域再編に伴い、九百八十年にオーバー・ミヒエル・バッハは、トゥーヒエン・バッハ、プッシェンドルフと共に、ファイツボルン行政共同体から、 オーバー・ミヒエル・バッハ・プシェンドルフ・トゥー・ヒエン・バッハ行政共同体を形成した。1998年にここからプシェンドルフが脱退し、オーバー・ミヒエル・バッハ・トゥー・ヒエン・バッハ行政共同体となった。1979年に市役所と消防署を含む多目的庁舎が完成した。1997年に住民ホールが完成し、市役所もここに組み込まれた。 オーバー・ミヒエル・バッハ・トゥー・ヒエン・バッハ行政共同体の行政本部は2002年にトゥー・ヒエン・バッハからオーバー・ミヒエル・バッハの行政庁舎内に移転した。セイアーコプレイファイドは1414 14年に初めて記述されている。1483年にオーバー・ミヒエル・バッハのセイアーコプ協会に2つの祭壇が完成した。オーバー・ミヒエル・バッハは1528年に 精霊病院の福音主義協会組織も属し、ヘルツオンゲンアウラ派教区から分離された。1566年に独自の牧師館が設けられた。精霊教会は1660年に新たに建設され完成した。1698年オーバーミヒエルバッハ教区とファイツボルン教区が合併し、本部はオーバーミヒエルバッハに置かれた。 1829年にオーバー・ミヒエル・バッフの教会が改修され、1878年に新しいオルガンが建造された。1942年にいつぶされた教会の鐘の代わりに、町長のハンスタウバーとその姉妹、アナ・アーベント社員が3つの鐘を寄贈し、1983年に完成した。オーバー・ミヒエル・バッフの住民ホール県庁役場オーバー・ミヒエル・バッフの 町議会は2014年の町議会選挙以後16議席で構成されている。ベルント・ツィンマーマンは2020年5月1日にオーバー・ミヒエル・バッハの町長に就任した。彼は2020年3月15日の選挙で54.95%の票を獲得して対立候補のウラシュバルテに勝利した挙手上の斜め分割戦で金字と黒字にに分割。 上部には赤いカラスキの水平人、下部には銀の斜め破体が描かれている。長域は様々なニュルンベルクの都市貴族の家紋の所領であった1504年からリンクホン・シュバーバッハ家がオーバー・ミヒエルバッハの土地所有者として知られている。この家紋の紋章から巨子状の斜め分割線が取られている。赤いカラスキの水平人は農業を、並イは 町の名前の由来ともなったミヒエルバッハ側を表している。銀と黒はアンスバッハ工業の配色である。オーバー・ミヒエルバッハは、町議会の決議後、ミッテル・フランケン行政府の書状によって1977年10月13日に、紋章と旗の使用権を授与された。旗は、赤と白の地の上に、町の紋章が描かれている。軍道会 U17。 海 US3 が南西のファイツブロンに通じている。この道路の北東側は、ファッハの北西約 1.5km で、修道 L2263 号線に接続する。軍道海 U21、E25 は、ニーデルンドルフに向かい、L2263 号線に接続する。町村連絡道は、トゥーヒエンバッハへ向かい海 U8 に連絡する道路。 ウンター・ミヒエルバッハ、ローテンベルクエイク道路がそれぞれある。ジンゲルスドルフ駅からオーバー・ミヒエルバッハを経由して、ヘルツオンゲン・アウラハイエイク鉄道建設計画は1883年に最終的に却下された。ドイツ鉄道は1967年に、フィールトからオーバー・ミヒエルバッハ及び、トゥーヒエンバッハを経由して、ヘルツオンゲン・アウラハイエイクバスを 運行開始し、2007年冬に、エアランゲンからヘルツォンゲンアウラハを経由して、フュルトへのバスを運行させた。軍北部のバス交通刷新に伴い、2007年冬の時刻表改定以降、OVF の126番のバスは、フュルトからオーバー・ミヒエルバッハ及びファイツブロンを経由してトゥーヒエンバッハまでを結ぶこととなった。新たに設けられた123番路線は、 ヘルツォーゲン・アウラハ・オーバー・ミヒエル・バッハ、トゥーヒエン・バッハ、プッシェンドルフ・トゥーヒエン・バッハ、ヘルツォーゲン・アウラハと周回する循環バスで1時間ごとに時計回りと半時計回りが入れ替わる。夜や週末にはジーゲルスドルフ駅へのオンデマンド交通が運行している。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり。 日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。